手塚治虫にものが言える編集者一人もいないです。もう手塚治虫の書きたいように書いてもらうしかないんで、僕はただ黙ってタバコ吸いながら原稿待ってるだけ。昭和4年におじいさんが始めた店で、僕は3代目になりますけど、もともとはこの奥の、本家があって、その本家は蚕の卵を売ってたんですよ。蚕の種ですね、三種というんですけどね。でそこの次男坊で生まれて、次男坊で、この土地をもらって結婚した時に、でここで、本家が、雑貨屋兼自宅を作ってくれて、ここで雑貨屋始めたんですけど、ちょうど昭和初期の世界大恐慌の時で、もう農家が金がなくて、この周りの人たちもそんな雑貨とかタバコとかお酒とか、まあ、そんなもんも売ってたわけだけど、全然売れない時代になっちゃってて、でその時にその本家の方が、じゃあもう田舎の人相手じゃもう商売にならないだろうから、町に出て、で町で、蚕の種の卵の町の販売所兼、野菜の種屋としてやったらどうだっていうんで、本家が商店街に店を借りてくれて、そこに住んで、で始めたという。おじいさんの時は仕入れて東京の種屋へ仕入れに行って、それでそれを小分けして売ってたんだけど、親父が戦後、親父が店を継いで、その時から種取りを始めて、でまあ採取も始めたと。で僕も3代目 すげと言われてたんですけど、どんどん F1 の時代になっちゃって、固定種の種が売れなくなって、一時は年間2000リッター種取っても日本中に売れてたの。だからうちの株なんていうのは、滝井とか坂田とかそういう大会社も100リッター150リッター単位で注文してきてるんだね。それを滝井の金町小株の袋に入れたり、坂田の金町小株の袋に入れたりして、また日本中に売ってた、そういう時代だったんだ。それまではそれがもう F1 になったら、もうそんな固定種は揃いが悪いから、もうプロは使わなくなって、年間10リッターも売れなくなっちゃって、でもうこれはダメだなって言うん で子供の頃から手塚治虫が大好きだったから、手塚治虫のそばで過ごしたいと思って、で大学2年の時に虫プロが出版部を作ったんで、で、社員募集してたから受けたら受かっちゃったんで、それから手塚治虫担当の編集者というの、社員でありながら手塚版というのをやってた。だから今火の鳥の僕は初代担当編集者。11年ぐらいになりますね。はい、ちょうどここの店舗に引っ越すと時期だったんですけど、それまでは駅前の商店街にお店があったんですが、その頃10年ぐらい前に、ここには店がなくて、野口さんの実家の、脇にある
店舗用の倉庫だったんですけども、そこを改装し始めた時だったんです。でちょうどその引っ越し作業を引っ越し屋さんなしでやろうとしてたんで、男手が必要だということがあって、その時もう一人発送担当者は一人働いてたんですけど、まあそこに私が加わったって感じなんですね。看板が、まあ、今もありますけど、その火の鳥の看板で、この薄暗いちょっと正直薄汚いお店で、で野口さんは奥の方に行って全然人気がなくてですね、まあ、ただ看板が火の鳥が輝いててですね、なんかものすごくミステリアスなお店だったんで、まあそれでまあなんだかこう謎を解きたくてですね、なんか 毎年他の会に年に 3,4 回ぐらい通うようになったんですね。はい、その度にですね、こうレジで種をこう買うのを渡すと、野口さんが奥からこうのそのそって奥でいつもパソコンで前に座ってるんですけど、奥から出てきて、でそれで私のこう選んだ種を見て、でなんかこう言ってくるんですけど、で僕もなんか面白いからなんか聞こうと思ってなんか質問を用意していくんですけど、その野口さんから来る答えがなんかすごくいつも意表をついてて、なんか全然商売系がなくて、なんか種を大優先なんですかね、種のなんていうか種のことを優先するような、なんかこう 大事に思ってるような答え方をしてくるので、これは今撒いちゃダメだよっつってとかね、あとなんかこれはとかっていう感じで、ちょっとこう本当に普通のお店で聞くのと違う受け答えが来るので、まあ、それが面白くて、なんかこうなんていうんですかね、こう、なんかこう儀式じゃないですけど、こう種を買いに行くっていうのがですね、まあ年間行事の一つに入った、加わったって感じだったんですね。はい、こう働いてみて、はい、野口さんってどういう方だと思います？まあそうですね、まあ、野口さんもともとやっぱり編集者、出版社で働いてた編集者ですから、いわゆる農家の方々みたいな朝方の人たちとは全然ちょっとタイプが違うというか、まあこういう、まあ、野菜作りですから、まあ、農業に若干関係する商売なんですけど、野口さん自身は割となんかこう都会の夜型の編集者みたいな感じで常に毎日過ごしてますから、まあその辺はちょっとギャップを感じましたけども、それからなんだろう、ヘビースモーカーだしお酒も大好きなんで、こういう健康的な何ていうんですかね、農業とか農の資材を扱ってるわけですけど、野口さん自体はなんかそんなにこだわった人ではなくて、まあ、全く何て言うんですかね、こう飾らないというかですね、まあ、そういうオーガニックがどうとかそういう方ではないんですね。まあ、そこが割と今しょっちゅう来られるお客さんからとかも知らない部分だと思うんですけど、はい、はい、昨年の11月から働き始めたので半年経ちました。まあ、家から近いところで何かないかなって思ってた時に、まあ、毎日ここ通ってたんですけど、まあ、存在は知ってるけど入ったこともなくて、まあ、ちょっと気になるなと思って野口さん のここのホームページを見たら、募集をしてたんですね。で、まあ、その年はちょっ と、タイミングが合わなくてダメだったんですけど、次の年にまた、応募してたんで、まあ働くことにしたんですけど、まあ、働きながら畑もやりつつ、なんかこうちょっとゆったりした生活を送りたいなと思って働き始めたんですけど、まあ、実際は週6回で働くっていうことで、まあちょっと、まあ落ち着いてる時は落ち着いてるんですけど、忙しい時は忙しいという感じで、まあ、働いております。ズバリ、野口さんってどういう方ですか？どういう方、もう顔のなんかこう通りの、豪快でなんか情熱的ですごい決断力のある人だなって思います。はい、編集者から、まあ、ご実家が
種苗店ということだったんですけど、うん、なぜ種苗店に。だから30になった時なる頃にもう虫プロも潰れちゃうし、で他の漫画の出版社なんかにもこう、来てくれって言われるから行ったりしたことなんだけども、なんていうかな、虫プロにいた時は漫画をこうより高めるためにとかそんなこともいろいろできたんだけど、他のところ行ったら結局漫画ってのはもう売れりゃいいで、とにかく一度ヒット作作るとそれが延々何十巻何百巻と同じもんばっかり、もうこんななんかただ消費させるだけの漫画嫌だっていうか、もうこれやるんだったらまた、その頃うちと編集者とそれから種屋の辞めて帰ってくると種屋やって、だいたい種がどういうものかこう分かってきて、1、2年働いてるとまた呼ばれて行ったりって、これ繰り返してたんです。でその時にだんだん種のことが分かってくると、これはまた昔の固定種在来種というかそういう本来の種を残さなくちゃいかんというような使命感も生まれて、じゃあもうとにかく漫画の世界から足を洗って種屋でそういう固定種専門の種屋になろうということで30から、まあ、F1 種、固定種、在来種と、まあ、在来種と固定種は同じ意味です、うん、大きく言えばみんな在来種なんだけど、在来種というのは大体農家がずっと種取りしてきた種で、農家はそのメンデルの法則もわからなければ種にはその自家受粉性の植物があるとか多家受粉性の植物があるなんてこと知らないから、何でもかんでも取ってるうちにごちゃごちゃになっちゃうわけね。それを種屋がこれはこういうものだというんで遺伝子を固定して同じものが取れるようにした種が固定種だ。種が取れるという意味じゃ在来種も固定種も同じで、今はもう固定種自体に種はもうあんまり売れることは考えないから、種取りもただ遺伝子をつないでるだけで、なくなると F1 作れなくなっちゃうんで一応取ってるけれど、昔見たうちでやってるようにその母本選抜とかそういう選抜して、とにかく形がちゃんと整った他交雑しないものを取り除くみたいなことは今しないで取ってるから、もう在来種を種屋が売ってる固定種ほとんど同じになっちゃったんだよね。F1 種っていうのはどういう種なんですか？雑種です、うん、日本語 F1 っていうのはファーストフィリアルジェネレーションって言うんですけど、雑種の1代目という意味で、だから雑種の1代目だけは形が揃っていて生育が早まって非常に効率がいい、そういうものにしたら1代目だけが商品になる。それからまた種を取ると今度は両親、固定種というのは両親が1種類なんですよ、1系統だけ。それが F1 っていうのは雑種だから両親が別系統の2種類あるわけね。で1代目だけが同じように揃った形で同じ大きさで、で生育が早まって収穫量が上がると。ただこれを種取るともうまた別れた両親のそのまた先祖が出てきたりってバランバランになっちゃうんで、だから、まあ、F1 の時代になったらもう農家は種取りは諦め、最初 F1が出始めた時にはこれはいい種ができたってんでみんな種取りしたんだ、してみたらもう売り物にならないものができちゃうっていうのが分かって、で種は買うもんじゃ自分で取るもんじゃない、買うものになっちゃった。で世界中がそうなっちゃって、世界中の農民が種を取ることを忘れちゃったっていうかしなくなっちゃった。まあ少しちょっと大きな話で、うん、F1 種がここまでこう流通すると今後なんかその人類的なものがこうどうなっていくみたいな大きな話ってあったりするんですか？僕はそういうことは一切考えないようにしてます。それは勝手に世の中がそうなるだけで、うん、僕はその中で昔の固定種をこそこそと守りながら種取りする人を一人でも増やせば、それがもしもまずい結果を起こした時に
種が本当一粒でもどっかの地域に残っていれば、その種は昔の種ってね、一粒万倍って言ってたんですよ。一粒の種は1万倍に、翌年1万粒に増えると。だから一粒でも、まあ一粒じゃ種取れないんだけど、一粒でもこう残っていれば世の中に、それが1年後には1万粒になり、2年目には1億粒になり、3年目には1兆粒になり、4年目には1系粒になる。そうやってまた昔の、種に戻ったり、昔の植物に戻すこと、環境を 元に戻すこともできるんじゃないかと。だからこんな種、売る種屋が世界中で1軒ぐらいはあってもいいんじゃないかと思って言ってる。野口さんが最も言いたいことって何かありますか？種取りましょう。だからうちへ種買いに来た人には二度と来るなって言ってます。自分で種を取って、その種をあなたの畑にあった野菜にしてくれと。植物っていうのはね、歩けないんですよ、根っこが張ってて。だからその土地で根を張った植物って何？動物と違って神経も脳もありませんから、その土地を判断するっていうのは自分のその根っこや、それから茎葉の表皮細胞がその土地の気候風土土壌からそれを判断して、で動けないからそこで花を咲かせて、そこで種ができる。でそれを人間や鳥が運ばない限り、またその種はその土地に起きてそこで育つ。だからその土地でよくできた作物っていうのは、そのできた種をがその土地に合うようにな種を、子孫を作ってくれるわけ。だその土地で種取ると、どんな植物もその土地の野菜になっていく。だから栽培する人は観光農法だろうと有機農法だろうと自然農法だろうと、その土地の農法に合った種になっていく。だそうやって種がどんどん種独自の進化をしてくれる、環境に合わせたね。でそうすることによって種の多様性もまた生まれてくるし、生命力も復活する。固定種で作った野菜 と F1 種で作った野菜ってやっぱ味とか違うんですか？食べ比べてみりゃ一目瞭然なんですけど、まず第一に固定種の方がうまいです。まあ植物にもよるんだけどね、うまさというのが何かによるんだよな。 F1 の方がうまいと言われるものもいっぱいありますよ。トウモロコシとかね、かぼちゃとかね、そういうもの。これは今の子供だいたい味覚がもう幼児化しちゃってるから、甘くて柔らかいもんがうまいと思い込んでる社会になっちゃったんで、本来の野菜の味なんかもうどうでもよくなっちゃった。だから昔の味を知ってる人は固定種の方がうまいと言いますけど、そういう人はどん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 年取って死んじゃってますからね。僕がなんで固定種専門にしようと思ったかって言ったら、23歳の頃だと思うんだけど、まあ一度虫プロを辞めて家へ帰ってきて種屋ついてる時に、親父が種の原種コンクールっていうのをお前勉強してこいと、行ってこいって言うんで、俺もうちの株を出品してるからね、株のコンクールの今日がその日だから、行って勉強してこいって言うんで行ったんですよね。そしたらもううち以外は全部 F1 になっちゃってて、でそこを畑で見たら、もう固定種の株っていうのは葉っぱも柔らかいし味がいいんですけど、とにかく引っこ抜いて並べただけでも葉っぱポキンポキン折れてるしね、柔らかいから。そこ行くと F1 はもう他の植物掛け合わせてるから、もう丈夫でもうピンシャンしてるわけだよね。で形もみんな同じだしね、これはもう F1 の種の時代になったのは無理もないなと。プロの農家はとにかくこんな日持ちのしない野菜は、ね、スーパーや八百屋でも好まれないから、もう家庭菜園でしか作れない味種だなとは思ってたんですけど、そうやって自分の出品した株見てたら、顔見知りの種屋がこうやってきて、あ、野口さんここだったのって言うから、A では5番か B は何番になってるって、A と B と2つの畑作って、そこにランダムにこう番号を変えてわざと作られてるんですよね。でその審査員っていうのは種苗会社の株の専門家たち、株の種の場合には。だからその自分たちはもうみんな種苗会社で株の品種改良に携わってる人が
審査員で、自分の会社が出品した種がどこに A では何番にまかれてるか、 B の畑では何番にまかれてるか、分かれてるか分からないまんま、ああ理想的にはこれだよなっていうのを選んで、で紙に番号を書いて、で試験場の職員に渡す。すると試験場の職員はそれを単純に集計して、それで、はい、皆さんの厳正な審査の結果、一番得点が良かったのはなんとか種苗さんの F1 なんとかっていう株でした、おめでとうございます、バチバチ、まあそういう仕組みなんですけど、まあ僕はあこれじゃ無理だなと思うやつはうーんとか見てたら、だから A は5番のとこにいましたから、 B は何番になってるっていうから、 B は30番になってますねって紙見たら言ったら、あっそうと言って彼立ち上がって、A、B 両方の畑に散らばって、自分が出品した株とそれから1位、2位になったあの成績優秀な株とを見比べて、ああここのところはもう少しこうすると良くなるななんてこう反省材料にして見てるんだけど、そういう人に100人ぐらい散らばってる種屋の専門家たちに向かってでっかい声で思って、おーい皆の衆、野口種苗の宮間小株はA では5番、B では30番だってよって叫んだんですよね。そしたらそれ聞いた各社の種、ね、株の育種の専門家たちがカバンからビニール袋を取り出して、おおそうかそうか、もらって帰って今夜のおかずにするべえと言って、うちが出品した固定種の株だけを拾い始めたの。で拾いながら、全く言いたかはねえけど F1 の株なんてまずくて食えたもんじゃねえからな、全く全く、それたっとそばで聞いていて背筋がゾーッとしましてね、ああもう食べ物が味じゃなくて見た目でしか判断評価されない時代になったんだということがその時つくづく分かったんで、まあその時にもしも僕が種屋を継ぐ時のことがあったら、まあ F1 は一切扱わないで固定種専門の種屋になろうと、まあその時こうふっと思った。それが僕の原点。このまま F1 が進んでいくとこういう恐れがあるんじゃないかみたいな。だから優勢船でしょ。ああ。だから F1 を僕は全部否定するわけじゃないんですよ、うん、とにかく今日本全体の農家っていうのは280万も切っちゃっていると。この260、70万の農家で1億2000万の国民の食料を作るためには、 F1 みたいに効率が良くて生育が早くて、だから農家の収入になるのは1枚の畑を年に何回転してお金にするか、これは回転が多ければ多いほどお金ができて農家収入になるわけで、昔の固定種のほうれん草なんていうのは9月に種まいて12月にできる、年に1回しかできなかった、秋巻きの作物でした。今 F1 になってから1ヶ月で同じ大きさに生育するようになったね。その代わり紙食ってるみたいにまずくなっちゃったんですけどね。だから1年に12回収入が上がるのと1年1回しか収入上がらないんじゃ全然違いますから、だそういう 大量生産、大量販売がに向く種でないと、もうそういう日本国民の需要を、とにかく賄いきれない時代になったわけですよね。だから農水省は出荷規格というものを作って、この大きさのものを出ないと出荷しちゃいけませんみたいに、同じ形に揃って同じ大きさにできるものしか、で箱が決まっていて市場の、その箱にいくつ入ったら L サイズ、もっと入れば M サイズとかね、もう同じ大きさにできる野菜を箱に詰めて売る時代になったわけですよね。でそのとこういう種っていうのはもう F1 でなくちゃできないわ、同じに、だからまあそういう時代になったんですけど、だからこれはもうしょうがないことだと思ってるんですよ、うん、ただしその種 F1 の作り方が最初は女優といって、植物のおしべを引っこ抜いて、要するにおしべがあるとそのおしべの花粉でめしべが種作っちゃったら雑種にならないわけですね。だから自分のおしべが邪魔なんです。
おしべを全部引っこ抜いて、めしべだけにして、でめしべが成熟した時に別品種のおしべの花粉を持ってきてつけてやる。ここから始まるわけ。でやがてアメリカで有性不燃というものが見つかって、最初からおしべがない、要するに男性機能を持たない突然変異の個体がたまたま見つかるわけ。本当これはおしべを引っこ抜く必要がないから、これは F1 を作るのに都合がいいというわけで、それだけが増やされて、それは母親役しかできませんか、おしべがないの。それを母親役を大量に作っておいて、必要なおしべを出すものを近くで作って、これをミツバチに花粉を運ばせて、それで種を取るという時代になって、これ1944年ちょうど僕が生まれた年に玉ねぎで販売が始まって、それからトウモロコシで見つかり、人参で見つかりと、こうやってどん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 増えて、今ではだいたい150の植物で見つかって、その150の植物と交配可能なまた 何倍かの植物で、今有性不燃がどん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 増えてただアメリカで見つかった技術ですから、アメリカンスタンダードイコールグローバルスタンダードになりますからね。アメリカのやってることは全て最先端で素晴らしいということになっちゃって、とだからヨーロッパも何もみんなそう有性不燃になっちゃう。で日本の植物も日本独特の技術で取ってた F1 が今海外に種取りを頼む時代になっちゃったから、本当グローバルスタンダードの有性不燃に変えないと海外の種が引き受けてくれないっていうんで、日本でもともとあった技術、自家不和合成っていうんで作ってた、もう白菜から株から、小松菜から何からみんなそんなものも有性不燃に変えられて、で種取りようになってきた。これが危険じゃないのかということは、僕は種が危ないというその眼目はこれ、要するに子孫作れない男性機能がない植物ばっかりを今食べてる世界中の人間が。だから種なしブドウなんかもその一種ですか。あれはジベレリンという植物ホルモンを使ってやってるんですけど、ただ面白いことにね、この種なしになるっていうのは結局、ミトコンドリアの異常なんですよね。ミトコンドリア遺伝子の、だからクロレラ工業っていう会社で何度か講演頼まれてやったんですけど、その懇親会でもってクロレラ工業の社長と専務と、こう話してたら、種なしブドウをジベレリン処理して種なしにしたブドウにクロレラを原液を根元貫注したり、あるいは原液をこうかけると種が復活するっていうんですよ。まさに自然界のクロレラが持っているミトコンドリアがそのブドウのミトコンドリア以上を多分直しちゃってるんでしょうね。とだこのミトコンドリアっていうのは核の遺伝子以外にこの細胞の中に一つの細胞の中に何百何千とあって、これはミトコンドリア遺伝子というもの DNA というものを持っていて、これは母親から全ての子供に伝わる。ってことは今売られてる有性不燃で作った F1 っていうのは全部有性不燃ですから、だからそうね、今売ってる青首大根、 F1 の青首大根とか玉ねぎとかね、人参とか、それをこう秋に買ったら全部食べちゃわないで畑に生けとくと、冬を過ぎて春になるとわーっと花咲いて、こう菜の花や人参の花が咲くんだけど、その花虫眼鏡で見るとどれもこれもみんなおしべがない、そういうものだけを今人類食べてる。春の話の時か、だいたい冬か夏にやってるんですけど、どっちだったか忘れたけど、懇親会の時にこんなお腹大きい、女性が若奥さんがやってきて、おかげさまで8年間できなかった子供がやっとできました、ありがとうございますって言うんですね。え、どういうことですかって聞いたら、いやうちの主人がそのオクラが大好きで、もう毎日のようにそのオクラのある時はもうオクラをスーパーで買ってきて、で生でこうね、
スライスっていうのかこう切って、で納豆と混ぜて食べるのを楽しみにしてんだけれど、野口さんの話聞いてオクラも有性不燃だと F1 はいうことが分かったんで、で、関野さんというその、ニコという自然栽培グループの今会長ですけど、そこで、自然なうちから買った種から自家採取したオクラを買ってそれを食べるようにしたら、2ヶ月目だか3ヶ月目だかで子供ができましたって、そしたらそこに関野さんがちょうどいたから、おい関野さん、あんたのオクラ食べてこの人子供できたって言ってるよって言ったら、うん、これで5人目ですって、そういうことがあるんだよね。まあこれはたった一人のわずかな例でしかないけれど、例えば有性不燃の人参、もう人参は全部そうですから F1 は、隣、飯能はもうこの林業地帯ですからほとんど農家いないんだけど、隣町は平地で日高市には農家がいるわけ、その人参農家がうちへ、もう前の店にいる時だからもう10年以上前ですけど、お宅の人参はうまいって聞いたから試しに、撒いてみたいから種売ってくれって言うんでね、固定種の人参の種 2,3 種類買ってったの。で翌年また来たから、どうでしたうちの人参はって聞いたら、どうもあんたが勧める人参の子は野ネズミが食うから困るって言うんだな、同じ畑で作っても F1 の紅葉2号ってのが一番売れてるんだけど、紅葉2号他では全部畑全体それ作ってるんだけど、同じ畑で作ってもネズミが絶対食わないから助かるって、話の中で皆さんがネズミも食わない人参食べてんですよって言うんですけどね、なぜ買わないのか、まあ、ネズミに聞かないと分かんないんだけど、うん、やっぱりなんか不自然なものを感じるんだと思うんですよね、そればっかりが今世界中で食べられてる。人参とか玉ねぎっていうのはね、スープにしたりね、何ですか、カレーライスはもちろんだけれども、一番使われる野菜なんですよ、加工ってしてね、ジュースにされたりね、これがみんなそれで作られてる。だからやがてこういうこの子供が生まれなくなってる少子化とか、それから精子の数が今減り続けてるんですよね。だいたい年に 0.8% ぐらい平均でもって世界中で減り続けてる。この原因がそれだということを誰かが証明したときに、多分世界の、食品工業は全滅するでしょうね。その時に健康な種がどっかに一粒でも残っていれば、もう一度それが種の命、野菜の命を復活させてくれるんじゃないかと。とにかく今ははっきりしないけど、今のうちにとにかく日本中にばらまきたい、まあ世界中から今少しずつうちの種欲しいって言ってきてくれてますけどね。